こんにちは、香港からたです。今日はちょっと珍しいポケモンカードのボックスを開封していきたいと思います。伝説キラコレクション。これはなんと6年前に発売されたポケモンカードの未開封ボックスです。行きつけの古き良きおもちゃ屋さんの店長さんに譲っていただきました。半年くらい前に買ってね、大切に取っておいたんですけど、やっぱね、このドキドキを皆さんと共有しようということで、今日はこの貴重なボックスを開封していきたいと思います。ポケモンカード XY コンセプトパック伝説キラコレクション4枚全部キラカードで、それが15パック入ってるみたいです。ほら、2015年って書いてある。6年前に発売された箱なんですね。いろんな伝説ポケモンが描かれています。まあラティラティとかさ、アルセウスとか欲しいですね。あ、フーパも可愛いよね。こういうフルイラストのカードもレアカードとして収録されてるみたい。この辺を狙っていきたいよね。ダイヤモンドパールのリメイクが発表されたんで、このディアルガとかさ、パールの伝説ポケモンパルキアもいいし、僕はね、ラティアス、ラティオスが好きなんで、この辺の可愛いカードも欲しいです。アルセウスの新しいゲームも発表されたからね、アルセウスが出ても嬉しいし、とにかくね、結構何が出ても熱い箱だと思うんで、開けていってみましょう。さあ、こんな感じで開けていく。取り出してみると、2種類の絵柄のパックが交互に並んでるっていう感じですね。パッケージは違うけど、入ってる中身は一緒らしいです。箱の裏側が可愛かった。お出まし、映画のフーパだね。そうか、映画がちょうどフーパだった頃に発売されたパックなのかな。いやーすごいな。じゃあ早速さ、1パック開けていきますよ。おー、ラティアス、ラティオス、レシラム、ディアルガ、ピカチュウも可愛い。おー、なんか昔のパックすげーワクワクすんな。あ、これファーストエディションって書いてある。初版のパックだ。なんかね、初版のパックの方がちょっとレア度が高いみたいな扱いをされることが多いんで、これは嬉しいポイントですよ。さあ、じゃあ開けていきましょう。正直ね、何が入ってるか全然わかんないんで、ちょっとドキドキしながら開けることができますよ。開けてみます。おー、いきなり光っているルチャブルだ。おー、かっこいいイラストだ。てか、この光り方がさ、なんかすごい珍しい光り方ですね。最近もプロモカードとかではたまにこういうキラキラの光り方してるやつあるけど、この時代からこのホロ加工はあったってことですね。いや、楽しいな、楽しい。ちょっと次行きますよ。ケントのルチャブル。お、ワシボンだって、かわいい。おー、すげー。やっぱさ、XY 時代だから今のカードと枠が全然違くて、なんか逆に新鮮ですね。さあ、次見てみましょう。お、トータイプかな？ヒポポタスだ。すごい。鼻息をふんってして、なんか街の中に佇んでいます。あ、技が鼻噴射だった。さあ、次。なんか、さらに、光り方がすごいカードが来そうじゃない？なんかフルイラストっぽくないか？どうだ？どうだ？どうだ？あ、でもレアって書いてある。どうなんだ？どうなんだ？最後の1枚。おー、レシラムのなんかフルイラストのかっけえカードが出た。おー、すげえ。このさ、なんか、なんていうの、遊戯王のパラレルレアみたいな光り方。おー、ポケカでは珍しい。すげえ嬉しい。いきなり1パック目からさ、なんかレアっぽいカードが出たぞ。この光り方のカードってどうなんだろう。どんぐらいのパックに1パック入ってんのかわかんないですけど、さすがに即スリーブに入れておきましょう。え、ちょっと全然わかんないけど、次開けてみましょうか。全27種類ってことなんでね、結構種類としては少ないコンセプトパックって感じなんだよね。いきます。おー、でんね。え、めちゃめちゃ可愛いじゃん、このイラスト。なんかみんなでさ、木の実でパーティーをしてるぞ。ハリマロンとヤンチャムと。おー、これめちゃめちゃいいな。なんかプロモカードみたいなイラスト。これ大切にしよう。じゃあ次、草タイプ。なんだ？おー、ハリマロンだ。おー、先ほどのハリマロンくんが今度はソロで登場しました。あ、今気づいたけど、やっぱこのファーストエディションって書いてありますね。なんかこれがあると初版っていう扱いなんで、すごくレアと聞いたことがあります。さあ次どうだ？炎タイプかな？なんだろう？火炎放射。おー、テールな。フォッコから進化、テールナーがなんかすごく高貴な、かっこいいイラストだ。おー、なんか雅だ。あー、いいと思います。さあ、じゃあ次がレア枠的な感じかな？お？なんかさ、光ってるよ。あ！レアって書いてあって、この光り方さっきのレシアムと一緒じゃない？どうなんだ？どうなんだ？おー、レジギガスのフルイラスト。あ、すげえ。このさ、このフルイラストのカードってもしかして全部のパックに入ってたりする？さすがにわかんないけど即スリーブですよ、これは。すげえ、楽しい。光ってるカードがいっぱい出るからめちゃめちゃ楽しいぞ。3パック目開けていきましょう。オンバット。おー、洞窟の中で飛んでいる。ちょっとスイトルだって、かわいい。
なんかこの色合いもかっこいいしさ、あとやっぱこの表面のホログラム加工があるだけで全部豪華なカードに見えますね。次、おお、まあいいか、好きなんですよ僕、まあいいか、まあいいか。なんか悪タイプだとさ、この光り方がすごくこう、なんていうの、こう見やすくてっていうか、ちょうどマッチしててすごくいいですね。いいよ、まあいいか。てか今んとこダブってないぞ。ヤンチャムだ。さっきね、一緒にあのテールナーと木の実を食べていたヤンチャムです。ルンルンで歩っている。エラブルだって。エラブルって噂なんだよ。そういう人はね、嫌われちゃうんで気をつけた方がいいと思いますよ。さあ次の光り方はどうなの。あ、やっぱさ、はい、あ、ダブルレアって書いてある。さっきより上かもしれない。え、ちょっと待って、超タイプだ。超タイプ、超タイプってなんだ。超タイプって何がある。フーパー、フーパー悪。んんん、まあわかんない、開けてみましょう。どうだ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 。おー、フーパーだ。フーパー、お出まし。フーパー、かわいい、かわいいぞ、かわいすぎる。この子ね、すごいやんちゃなんですよ。なんかいたずらっ子なの。映画に出てくるんですけど、このフーパーめちゃめちゃかわいい。あー嬉しい。よくわかんないけど即スリーブですよこれは。あ、EX ポケモンだ。今でいう V ポケモンだったり GX ポケモンみたいに、この子がやられたら再度2枚取られちゃう。代わりに強力だよっていうカードですね。あー嬉しいな、このかわいいスタイルのフーパーのカードってね、珍しいと思いますよ。お、ケロマツだ。この子は人気だよね。月光河がすごい人気なポケモンなんで、ケロマツも人気の印象。そして次、ルチャブル。あ、これは2枚目ですね。ケントのルチャブル。お、ゲコガシラだ。進化ラインが揃ったぞ。なんかどっちのカードにも同じポケモンたちが存在していて、なんかイラストにリンク性がありますね。なんだリンク性って。いきますよ次。どうだ、絞っていく。お、レアだから、EX ではないって感じか。なんだなんだこれ、あ、なんだ、え、ちょ、ん、え、フェアリー弱点。おおお、ラティオス、ラティオス、ラティオスのパルキアがなんか、お前は飛べるんだ、俺飛べないんだよねみたいな感じで見てるぞ。すげえ、このパックさ、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。1パックいくらなんだろう。必ずこの光り方のレアカード出るってめちゃめちゃ良くない？しかも全部フルイラストだし。あー、すげえぞこのパック、マジ店長さん本当ありがとうって感じ。じゃあ5パック目、まだまだたったの5パック目だぞ。ちょっと僕のこのテンションが持つのか、お願いします。どうだ、おお、そうなんす、めちゃくちゃかっこいいじゃん。なんだこれ、聖なるバリアミラーフォースじゃん。あ、ミラーバリアっていう技だって、かっけえ。何これ、どうやって守ってんの。すごいいいですよ、ワシボン。おお、フォッコ、めちゃめちゃかわいい。何これ、色の数少ないのにめちゃめちゃかわいいじゃんこのイラスト。うわ、すげえ。火を吹く。さあ、次がレア枠。一気に今回はめくってみます。ドン！おー、パルキアのレアが出ました。かっこいい。パールの伝説ポケモンです。ダイヤモンドパールはね、確かダイヤモンドをやってたかな。だから今度のリメイク版は、シャイニングパールだっけ？あれを買おうと思っていますよ。さっきのさ、ラティアスのカードにも映ってたし、こっちのパルキアにはラティアスが映ってる。やっぱなんかこの、リンク性ありますね。あと10パックもある。これさ、今日1日でこれ全部開けちゃっていいのって感じなんだけど、まあ、もうちょっと開けていきますか。あ、ヒポポタス。これはね、最初に出ましたね。ヒポポタス。あ、ニャース！なんだこれ、砂漠でヘトヘトになりながら歩っている。技、ヘトヘトタックル。大丈夫か、ニャース。なんか、アニメのニャースっぽい表情ですね。めちゃめちゃ可愛いと思いますよ。ハリマロンは持っていますね。さあ、次。どうだ？そろそろ、ダブルレアがもう一枚来るか。ドン！お、レアのブラックキュレムだ。かっけー、中二っぽい。すごいエネルギーの色の要求の仕方だ。氷結山。ドラゴンタイプのポケモンっていうのはね、ポケモンカードでは今となってはかなり珍しいので、なんか久々に見て嬉しいなっていう気分です。てかこれあれだな、ノーマルカードも全部スリーブに入れよう。まあ後でちょっとやりますわ。取り急ぎデデンネとソーナンスだけはちょっと入れておこう。あれ、今ってさ、このレアが5枚出ててダブルレアが1枚って感じでしょ？どうなんだこのレアリティって。なんか裏に書いてあったよね。ダブルレアが2種、レアが10種。ん？じゃあレア以上は確定封入で、ダブルレアがワンボックスに1枚なのかな？ 2 枚なのかな？あー、もう1枚の方欲しいな。フーパじゃない方のダブルレアを狙いながらちょっと開けていきましょうか。ウォーグル、かっこいい。
まあいいか、まあいいか、ルチャブル、そろそろね、被るようになってきましたね。どうだ、おー、ディアルガさんも出たぞ、かっこいい。ていうかこれさ、ワンボックスでさ、なんかほぼ全種類揃うんじゃない？だってさ、たった27種類とか書いてあったでしょ？あ、もしかしたらそういうことなのかもしれないな、と思ってきた。さあ次、オンバット、ハリマロン、デデンネ、2枚目。あー、これは嬉しいな、誰かにあげよう。おー、アルセウス、ミワさん、めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。え、なにこのイラスト、超かっこよくない？上から光が差しててさ、超神々しい。マジ神って感じ。このね、アルセウスっていうポケモンをテーマにした新しいゲームが発表されたんで、このポケモンはめちゃめちゃ嬉しいですよ。かっこいい。すげえ、楽しい。楽しすぎる。このパック、なんだ、楽しい。作ってくれてありがとうございます。ていうかピカチュウもいるからさ、ピカチュウ欲しいね。テールナ、そうなんす、2枚目ミラーフォース、かっこいい。ヤンチャムが歩っている。次どうだ、ドン、おー、ラティオス、ラティオスと揃った。おー、かわいい。このイラストはめちゃめちゃかわいいね。ラティアスってさ、なんか無邪気な感じのポケモンですよね。映画とかでもそんな感じの演出がありました。とても嬉しいです。さあ次、ダブルレアっていうカードはもう一枚来るのでしょうか。ドン、ヘトヘトなニャース、ヒポポタス、花粉車、ワシボン。あ、ちょっとごめんなさい。なんかこの白い枠がちょっとなんか見えているぞ。これってさ、今までのレアにはなかったことじゃないですか？どうですか？どうですか？いきますよ。もう一個のダブルレアなん、ダブルレアなんじゃないか？おー、ピカチュウ EX！のダブルレア出た。うわー、めちゃめちゃいいカードだ。なんだこれ、めちゃめちゃいいカードじゃないか。やったやったやった、言ってたら来たぞ。お、ちゃんとさ、ダブルレア2種類を両方ともゲットすることができました。いや、わかんない、絶対出るのかもしんないけど、とにかくめちゃめちゃ嬉しいです。え、これめっちゃ可愛いじゃん。すげえ、このさ、ビリビリがさ、なんかはみ出てる感じ、すごく勢いがあっていいと思います。ほとんど出たかな。このダブルレアが2種類で、こっちのレアが10種類って書いてあったから、レアのカードがあと2枚出てないっていう感じかな。ていうかここまでダブってないのってマジですごいと思う。じゃあ持ってない2種類が出たらすごい嬉しいなという感じで、最後の5パックを開けていきましょう。ゲコガシラ、フォッコ、ケロマツ、来い。お、ゼクロム持ってないね。ゼクロム持ってないね。おー、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。てかこれめちゃめちゃかっこよくない？この黒と青のさ、何この色合い。めちゃめちゃかっこいいんだけど。ゼクロムもね、結構なんかポケモンカードではよくこう、優遇されてるというか、なんかスポットが当たるポケモンですよね。非常にいいカードだと思います。じゃあ次、持ってないレア、ここから出たらもう完全に一安心っていう感じ、どうでしょうか。お願いします。お、デデンネが3枚目、これも嬉しいね。誰かにあげよう。オンバット、ソーナンスも3枚目、誰かにあげよう。どうだ、お、持ってないね。お、お、お、ホワイトキュレムだ、やった。お、10種類全部揃った。え、すげ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 え、やったー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 、揃った。え、っていうかさ、じゃあさ、この全27種類だっけ、これ全部揃ったんじゃない？ちょっとね、並べてみますわ。あ、あ、あ、揃ってるわ。揃ってる。27種類全部持ってます。え、すごくない？これで27種類コンプリートしてるらしい。これが運がいいのか、絶対出るのか、ちょっとわかんないけど、まあ、とにかく嬉しい。揃った。やった。え、じゃあさ、この3パック、ちょっと誰か友達にあげようかな。うん、そうしよう。ちょっとじゃあ、僕の友達だと思う人は、今日から先着3名にこれあげるんで、ちょっと声かけてください。いや、すごい楽しいパックだったな。個人的にはこのアルセウスのカードがめちゃくちゃかっこいいなって思うのと、あとはこのデデンネのイラストがすごく気に入りましたね。ちょっとスリーブに入れてファイリングまでしちゃいましょう。さあ、こちらのかっこいいファイルに入れてみました。9の倍数だからちょうど3ページに収まったって感じ。最近はずっとプレイヤー目線でポケカと向き合ってたけど、なんかこういうパックを開封するとやっぱコレクターとしての血も騒いできますね。それでは今日もご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。